ジャックケーパーーパギターのチョコです、えー、この度バンド内での、えー、新型コロナウイルス感染に、えー、つきまして、えー、関係者の方々、えー、応援していただいている、えー、ファンの方々に、えー、多大なるご迷惑とご心配をおかけしたことを、えー、深くお詫び申し上げます。 えー、この動画ではですね、えー、と私ギターのチョコの、えー、現在の症状につきまして、えー、お話しさせていただけたらなと思います、えー、現在なんですけども、えー、と現在19日、えー、の、えー、夜の10時22時なんですけども19日の早朝からですね、えー、発熱、えー、咳、えー、頭痛あと ものすごい倦怠感と寒気あと関節痛ですねあともう一つ喉にちょっと違和感声にちょっと違和感があるなって形なんですけどもで、えっと、熱なんですけどもそんな高くはなくて、えーま、一番高くて37度5分で、えっと、寝てる間にものすごい汗をかくようになってしまってとなので下がったり上がったりっていう形ですねあのインフルエンザの症状にちょっと近いかなって っていう自分では、えー、感じております検査なんですけども、えっと、私はですね、18日に、えっと、17に、えっと、ボーカルヒロの方が、えっと、陽性が、えー、確認取れまして、すぐに保健所にご連絡させていただいたところですね、えーえっと、私の場合はあのー、昨日18日の朝にですね、受けさせていただくことができたので、えっと、結果の方がですね、えー、月曜日、えー 20日の月曜日以降にえっ、ー、と保健所の方からご連絡が来るそうです。そ,そちらでまた分かり次第えっ、ー、とご報告できたらなと思っております。うん、結構あのちょっと今も起きて喋っているのが、えー、辛い形なので、えー、皆さんも、えー、ご体,体調に気をつけてお過ごしください。